はい、これからご紹介するアレルバスターは、うんうん、現代人を悩ませるアレル物質の活動を約 80% 不活化することを、うん、可能としております。ダニとか花粉そういったものからこのアレル物質が発生します。はい、でこのアレル物質に対してアレルバスターが接触しますと、うんうん、このアレル物質を包み込むように抑え込んで最終的には活動を低減や不活化というところまで至ります。こちらは、ダニ由来のアレル物質を使った実験になります。マイティチェッカー法と呼んでいます。はい、この試験管の中にダニアレルゲンと、うん、サンプルを入れて、一定時間接触させます。でアレルバスター加工譜と未加工譜それぞれ比較します。で試験管の中からそのアレル物質の液をこのチェッカーに垂らします。うん、で、このアレル物質が残っていると赤い線が浮かび上がってきます。で未加工譜の通常譜の方は赤いラインが出てきました。これはアレルゲンが残っているということです。他方アレルバスターを加工した、はい、布の方には線が出てこないということはアレル物質が残っていないということになります。花粉に見立てた、うんうん、白い粒になります。はい、じゃあもっと行ってみましょうか。そうですね、ちょっとたくさん行ってみたいと思います。こんな感じですかね。はい、あ、花粉ってこんな風につくんですね。なんか嫌ですね。こういう風にまとわりついてしまう。うんうんうん、あ、全然つかない。わ、はい、かりますか。未加工品と比べてまだ全然ついてないです。こんな感じ。どうしてもついてきてしまったものであってもこうアレル物質を不活性化させるということなのでかなり効果が期待できますよね。はい、そうです。はい、